傍観者兼制作者視点を見に来るなんて君も物好きだね。今回の主役は私たちの裏ストーリー。ある程度触れるけどメインストーリー視点は日野美宇が挙げてくれている動画も参考にしてくれよな。何を言っているかよくわからない。告知は見るがしたと思うけどな。実る夏フェス最後の動画。謎の館とある話。始めるよ。おい見る撮影はもういいか？あ、うんいいよ。ひなこいひなです。みるがいりです。どうも立川みるです。今回は珍しくみるがなんか作ったって話を聞いたけど。まあそうだね。脱出マップというよりはストーリーに力入れちゃってるかな。そこの樽にストーリーブックあるので誰か読んでください。じゃあ自分要約しながら読むね。自分たちはオカルト調査を依頼されてここへ来た。建物が見える場所に戦闘設置したところまでは来た。今雪が降っているから建物は見えないが向かおうと思っている。だがその建物はセキュリティがすごいとのこと。でもなぜ依頼主はセキュリティがヤバいということを知っているのだろうか？でもそんなことはどうでもいい。今回は謎を解明するのが重要だ。それでは向かおう。残りのページは注意事項だな。先行っておくよ。あ、設定ミスかな？でも支障はないから続けて押して。飛んでいったね。じゃあ自分も。じゃあ入っていくか。ここもようやくして読むよ。無事森の洋館にたどり着くことができた。そして依頼主のことを少し思い出した。斎藤千川というらしい。千川氏はかつて住んでいたこともあるみたい。そしてこの館は2015年以降誰も来ていなかったとのこと。どうやら心霊現象があったとか。とりあえず先進もう。そこに絵がいっぱいあるの怪しいな。なんか奥にないのかな。あ、ここは入れる。どれどれ、本当だ。ああ、バレちゃったか。まあ別に今来ても意味はないよ。何この階段、普通に気になるんだが。まだ通れないみたい。エメラルドブロックの鍵がいるんだろうね。まあ先に見つけておいた方がいいかもしれないね。なんかレバーと門がある。レバーを下げたら通れるようになった。でも代わりに奥で耳が連発されてるね。隙がないからな。切るしかなさそうだね。地味みたい。ここにまた当てみたいなのがあるよ。こっちは裏側から見てるよ。成功みたいだね。ドッカーン。ということでミュウさん森の洋館爆破した感想を。いやそもそも何これ。ちなみに特に何の意味もないよ。ここは見てに分かれようか。じゃあ見に行く。こっち行き止まり。こっちなんか文字ある。サブストーリーについてみたいだね。2010年に跡継ぎを探していた。割と最近だね。無事迷路抜けたよ。この部屋リッチらしいけど暗いな。隣の部屋の木にチェストある。ダイヤブロックに設置できるから多分ここだな。端っこだけ通れそうだな。そこの間から通ればいいんだよね。多分そうだね。じゃあお先に。あ、失敗した。二階リッチだね。なんか困る。この迷路には抵抗法がない。なんだこのリッチ。視聴者さんには見えるようにしておくよ。こんな感じでバリアブロックがあるよ。え、どんな感じなの。だからここに。うわ、なんかめっちゃ敵いるって。何これ。さっき東成金の手下だってよ。多くない。二人ともやられてる。しかも敵が外出てきちゃったじゃん。ここ掘っていったら何かあるのかな。よし、ストーリークリア。本当にその終わり方でいいのか。イフルート、それを動画化しないというのはおかしいと思わないのかしら。一滴な見る新規ということで、こんにちは新規よ。イフルートも実況しないといけないということで、さっきの通常クリア映像で出てこなかったアイエフルートについて見ていきたいと思います。マイクラという世界に来て早1週間、2010年当時で跡継ぎを探しているという内容だね。そして次は迷路を抜けた先。この本の最後にはこう書かれているよ。まあわかりやすく言えば探索者の感想的な。そして次はミュウが失敗していたところの先。ここを右に行くと
小部屋があるの。ちなみに中に入ると、矢で攻撃されます。一番奥だけダミーになってます。日野はどうやらこの部屋に気がついていたみたいだね。そして奥にはこれ。3回用のダイヤヘルメット、そしてサブストーリーブックね。サブストーリーブックは、この館は1975年建設された。斎藤氏は代々金持ちでこれくらいなら建てれる、心霊スポットとしても有名。という内容が記載されているわ。そして次は2階にある部屋なんだけど、要約すると、この森の洋館に来てから4年久々に来たらさっき東が骨になっていた。彼の式にはヤバい奴に追われているとも書かれており、ダイイングメッセージには斎藤戦と書かれていた。そして1階に墓を作ったが気がつけば骨ごと消えていた。という内容だね。そして次は日野、ミュウは気がついていたみたいだけど、3階の上に樽があって、バリアブロックを登る形になるよ。そして樽の中には、ストーリーブックはもちろん。他もあるの？そうエメラルドブロックの鍵があるんだよ。エメラルドブロックの鍵はサブストーリー用だったんだね。ちなみにこれ進みすぎると落下します。ということでここに鍵を設置。すると先はなんか曲がってたりしてるわね。迷路みたいなわけではなく一本道なので先へ進みましょう。ちなみにここから先はサブストーリーの本は謎の王という人が書いたということが判明します。そしてこの本は、1975年に建設、1985年成金氏が機械に興味を持つ、2015年に丸された。そして成金氏は幽霊となり復讐の機会を伺っていた。3回では様々なことを研究し10年後である2025年に計画を実行する予定だった。という内容が書かれているよ。そしてそのまま進んでいくと、地上へ出ることができます。そしてクリアですね。後日記に関しては読みたければ一時停止推奨です。あれ？想定外のテレポート起きてる。でも問題はないからいいんじゃない？そうだね。クラッシュだー。何してんねん。しかもエラーオンザ Windows95？ ということでクラッシュの原因なんですけど。はい。コピーワールドでさっきやってたんですけどコピーするときにコマンドがバグってこうなったとか。なるほどね。そしてお知らせだね。今日のこの動画をもちまして、実る夏フェスは無事完結です。多分無事じゃないと思うけど。まあ最終回の編集はなんとか8月7日に終われてるし。でも現在進行形でトラブってますよ。え？どこどこ？日野が投稿できないかもって。まあきっと数日後の実るメンバーが頑張ってくれてるよ。そうだといいけどね。まあとりあえず終わりました。今回の振り返りというか教訓は、何もかも早めに終わらせましょう。そこ？自分の編集が間に合わなくなりそうになったり、それで他人のカバーができなかったり、やらかしが多かったかなって印象が。気にしたら負けだよ。まあそうだな。で、視聴者さんはこの後の投稿について、知りたいと思うよね。一応今月末から来月上旬のどこから辺でミノルクリエ街づくりをミウが投稿したいとか言ってたけど、正直どうなるかはわかりません。まあ今回はそんな感じで終わりかな。あとはエンドロールだけかな。やることは終わった、感。